はいえー、皆さんおはようございますえ DZH フィナンシャルリーサーチの和田ですえただいま九月二十六日の月曜日ですね朝七時三十七分ぐらいになりますけれども SBIFX ライブを始めていきたいと思います。 先週末はですね、日本が球場ということは形だったんですけれども、週末にかけまして、かなりです、ね、激動の金融市場だったというところですね、まあ、皆さんもご存知のように、22日の木曜日には、日銀の金融決定会合の後ですね、日銀政府・日銀によります,、うんですね、ドル円買い介入、こちらを行われまして、5円のです、ね、急落と、ドル円ですけれども、5円の急落という形になりました。ただその後はやはやり 今度はまた買いいい戻ししのとととなっててるというところなんですねそして先週末はポンドが急落という形となりました。こちらですね、一気に減税のですね計画が発表されるということもありまして、政策エラーではないかというようなことから、ポンドがトリプル安という形ですね、ポンド安、または債券安ですね、イギリスの債券安、そして株の急落という形になったんですけれども、こちらを受けまして、ドレンですね、143円の4 百四十六銭というところまでまた再び買い戻しが進むという形となっています。そして今朝方なんですけれども、実は百四十三円の八十一銭というところまでですね一時早朝のセダン市場で買いが続くという形となりました。まあ、非常に日銀政府日銀によりますですね介入、そして週末のですねポンドのトリプル安ですねポンドの急落というような形非常にですねいろんなところで動きが出てきているというところです。まあ、そこら辺もちょっとですね詳しく。 見ていいいきたいなと思います、はいえー、こちら見てもらってますのが、先週末のですね一時投資のドレンドグチャートなんですねで、22日の木曜日なんですけれどもです、ね、ざっと動きからお話しますと、黒田日銀総裁の定例記者会見、こちらであと2、3年は金融緩和を続けていくんだというです、ね、非常に強い決意がです、ね、表明された中で、一旦ドル買いが進、ね、みました、145の90まで値上げるんですね。 でその後は、えーえー、介入が入りますと140円の70まで1円5円以上の急落となります。そして143の39まで買い戻しが入った後、140円の36までニューヨーク市場に入ります。また再び値を下げましたけれどもその後アメリカの長期金利の大幅な上昇とともに142の50まで買い戻しが入って、えー、週末をです、ね、迎えたということなんですね。そそして、て、えー、こちら見てください。い先週末、そういった乱 があった中でのでのすね先週末、とといいう形となっていますす先週末ですね、えー、こちら朝方、ですね東京勢不在の中で,でアジア時間一旦は、えーね、また戻り売りに押される展開となりましたただ141の77の安値をつけたとその後はまた再びじりじりと下値を切り上げるという形となったわけですそして142円台の前半でですねもみ合いという形で、えー、欧州市場を迎えたという形なんですね。 報酬時間入りますとですね、ポンドのですね、えー 急落というようなことも手伝いまして、やはり全般的なドル買いですね、そしてアメリカの長期金利が大幅なです、ね、上昇となります、イギリスのです、ね、なんと10年債の金利が35ベース、5年債の金利がなんと一時57ベースというです、ね、とんでもない上昇になるんですね、このです、ね、債券の急落、そしてアメリカの長期金利もです、ね、急上昇というような形となる中で、やはりドル買いが進むという形となりました。 ただ介入警戒感が非常に強い中でこちら見てください二度の急え急落をです急落とそのすぐ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 の買い戻しですねこう、えー、いうことを繰り返していますまず欧州時間の終わりがけですけれどもこちら 見てください143の27まで買われた後ストーンと142の32まで、まあ、50戦ええ90銭近いですね急落となります。ただ、その後、すぐさま買い戻しが入りまして、143の17まで買い戻しが入った後2入浴時間入りがけ、もう一度142の38まで、またストーンとですとんと90銭程度のですね急落という形になるんですね。まあ、しかしながら、すぐさままた買い戻しが入ると。 まあこちら介入もどきといいますかですね、えー、介入のような動きがあるんですけどすぐさままた買い物が入るというような状況となりましてこういったですね乱高下局地的な乱高下がですね、えー、まあ今後もあると思うんですけれども繰り返されました、まあ、ただあ実質的な介入が入ったという動きではありませんでしたのでまたすぐさま買い物が入るとこんな形なんですね。 急落と言いますか、暴落ですね、ポンドの暴落やあです、ねえー、あとはユーロドルの大幅な下落、こういった全般的なドル買いの流れとなる中で、ドル円もじりじりと値を上げるという形となったわけです。結局、143円の46まで買い戻しが入って、ニューヨーク市場を引けると、えー、こういう形となりました。 そして実はきょうのです、ね、集約総集のオセア市場なんですけれども、ポンドがですね朝方からまた急落してるんですね。まあ、週末、ですねこちら、この問題となりました、このイギリスの大型減税なんですけれども、こちら、週末の減,減税の話から、また日曜日、フィナンシャル・タイムズでも、ですねまたクワー,デンクワーテングですねクワーテング財務大臣が答えインタビューに答えてるんですけれども、まだこれは始まりにすぎずに、過ぎないと。まだまだだですね減税を 行っていくというようなですね発言がありましたね。こちらを受けまして、早朝からポンドが急落、え全般的なドル買いと流れとなる中で、ドル円も143の81まで。 こちら、ちょっとですね7時からのチャートしか出てませんので出てませんけれども、今日の高値は3円の81というところ、こちらはです、ね、きちんと覚えておいてほしいというレベルですね。そしてその後、143の27までまた一旦戻り売りにされました。そして今現在、143の40あたりでのやり取りをしていると。 いう形ですね非常に短期的にはですね非常に値動きは荒くなってきているというところで今後も介入の警戒感が常にですねつきまとう中で、えー、短期的な乱高下こちらはですねえ逃,逃,逃れることはできないというところだと思いますはいそれでは東のチャートですね確認をしていきましょう こちら冷やのですねドレンのチャートとなっていますまあ、こちらですね見てもらうと分かるんですがあ介入のこの22日に介入が行われた時ですね140円こちらあ5円の90から一気にですね140円台まで 140の36というところまで値を下げたんですけども、ここのところを見てください。1目の、チャート的にはですね、1目のここの基準線のところで下げ止まっているというところですね。えー、こちらあ、9月の22日は140の36が安値だったんですけれども、基準線が140の28。そして本日の基準線としましては、140の86に来てますね。まあ、ですから、こういったところが、チャート的にはサポートレベルになってきているというところでしょう。あとは、細かくなりますけれども、一目の転換線、こちらも非常に短期的な 動きはですね、重要になってきてます。転換線、今日は143の13ですね。 まあ非常にです、ね、そういう意味では本日の安値が143の27ですので一目の転換線の143の13というところ、まあ、介入云々という話がです、ね、出てしまいますと全く別の話になりますけれどもお、まあ、純粋にチャート上ではです、ね、こういったところがサポートになってきているというところだと思いますあとはです、ね、5分チャートで確認しましてもう一度見ておきましょう先週,先週末です、ね、介入もどきの動きがあったところなんですけれども欧州時間142の3に そして、入浴時間142の38ですね。まあ、ですから、こういったところも当然のように、ですねまた本日も下サイドのメドになってきているというところですね。ですから、もう一度繰り返しますと、本日早朝の安値3円の2七、一目転換線の3円の1三、そして介入もどきの動きがありました先週末の142の38と142の32といったあたり、こういったところがですねサポートとして意識されるんだという形となっています。 はいえー、それでは本日はです、ねえー、ちょっとポンドの方動きを見てみましょう、今日ポンド円ポンドドルもそうなんですけども、ポンド円もです、ねまあ、掛け算通貨ですので、相当の値動きという形となりました。えー、こちら、ポンド円のです、ね、日足のチャートなんですけれども、先週末、どれだけポンドが急落したかということが分かりますね。160 155円の47のの47 45高値から 5円以上の急落という形、まあ、急落というよりも暴落というようなですね、状況だったというところですね、こちら、ここ見てもらうと分かりますように、5月、直近5月のですね、えー、こちらが12日11日の安値があるんですけれども、こちらがですね、155の60と。 いうところがありましたけれども、えー、ここのところをですねもう完全に下抜けてきたんだとで、そうしますとこちら見てくださいもっとですね長めのチャートを見てみましょうかはい、えー、もう少し長めのチャート見てもらうとわかるんですけれどもこんな形となっていますそうしますと今年の安値というところはですねここ年初来安値が実はこちら3月の8日ですね3月の8日のが年初来安値になっているんですけれどもこちらが150円の98というのはですね実は 年収安値として意識されるという形ですね。まあ、こうなってきますと、ポンド売りが続く中で150円の9月というところですね、まあ、ドル円の動きにも左右されますけれども、非常にこちら、クリティカルなですね重要なサポートレベルになってきているというところじゃないかなというふうに思います。まあ、非常に値動きがですね激しくなってきている中で、ポンドもですね相当なですね神経質な値動きが続きそうだというところです。もう一度お話しますすと先週の22日にはバンンコビングランドですねイギリス中銀が 利上げを行いましたそしてさらに10月から QT をです、ね、量的引き締めを開始して国債の売却を開始するというです、ね、発表を行っているんですね。で一方でにもかかわらず翌日の週末の23日にはクローテングエイ財,財務大臣が 大規模減税とですね国債の大幅な増発をですね発表すると、まあ、こういった完全に逆方向のですね政策が発表されたということで、やはり政府の政策と金融政策が全くちぐはぐだと、正反対ではないかと、要するに政策エラーが起きているというようなですね判断なんですね。当然のようにトリプル安という形になりました。ポンドのの急落そしてイギリス国債の 急落そして、株価の急落ととといいいううトリプルスですすねこちらが起きたという形となっててますそしてさらに週末には、クワーテングーエー財務省が、これは始まりにすぎずに、まだまださらに減税はですね行っていくと、こういったことをです、ね、表明しているわけですね。またさらにポンドの売りが朝方から出てきているというところです。朝方、ポンド円で言いますと、154の8丸というところまでさらにですね安値を更新と。 いう形なんですねまあ、非常にそういう意味ではあ神経質な世界中ですねえー、神経質な状況になっているというところですね日銀政府日銀日本の場合もそうなんですけれども日銀の方が大規模なですね金融緩和政策を続けていくとしている一方そしてアメリカサイドでは ですねまあ、予想以上の利上げが今年もですも、ね、行われることがです、ね、ほぼほぼ確実になってきていると、そして世界中でドル高が進んでいると、こういうです、ね、状況となっています。そういった中で買い、円買いドル売り買いにというです、ね、こちらの動きとは全く反対の介入の政策が行われたというところで、まあ、こちらもある意味、逆方向のです、ね、政策になっているというところなんですね。 あ一方向に動か動きにくいと要するに乱高下どうしてもしてしまうというですね状況になりやすいマーケットであるというところですまあ、そこら辺非常にですねボラティリティが大きくなっているというところをですねやはり念頭に入れておかなければいけないというところだと思いますはいえそれではですね今日予定されてますものは経済指標を確認していきましょう はいえー、こちら見てまってますが、今日予定されてますもの、経済仕様となっています、今日はですねやはり公、えー、演が非常に多いですね、見てください、4時ちょうど、レギンドス ECB 副総裁、四、えー、時同じくナーゲルドイツ連銀総裁。 また同時刻に、シムカス・リトアニア中銀総裁、4時半がパネッタ ECB 専務理事、5時がデコス・スペイン中銀総裁、いずれも講演が予定されています。5時ちょうどが9月のドイツの i f o 企業計画する、こちらも重要ですね。そして10時がラガルド ECB 総裁の講演、11時がコリンズ・ボストン連銀総裁の講演、そして11時半がセントノ・ポルトガル中銀総裁の講演、翌1時がボスティック・アトランタ連銀総裁が討論会に参加、 また一時が天霊路 AMPC が公演。 1>, 1時半がローガン米ダラス連銀総裁の講演と続きます。そして翌日がアメリカの2年祭の印刷ですね。こちらも重要となってきます。明け方の3時35分、ビーエ RBNZ 総裁がブリーフィングですね、まあ。記者会見を行うというところ。そして明け方の5時ですけど、メスター・クリーブランド連銀総裁ですね。こちらの講演も予定されています。そして本日はニュージーランドですね。エリザベス女王のメモリアルデーということで、えー、球場扱いという形ですね。そしてニュージーランドは今週末からあですね、えー、先週末ですね。 25日から、昨日からですけれども、夏時間に移行済みという形となっています、オーストラリアは来週です、ね、移行する予定になっていますので、まあ、そこら辺の時間的なズレもです、ね、注意して見ていくというところになりそうです。 まあいずれにしましても今お話ししてますように週末にかけまして日銀政府日銀によりますですね円買いドル売り介入が行われた翌日そのおですねポンドの英国市場がトリプル安というようなですね形になりまして為替市場ではドル買いがですね大幅に出てきているというところなんですね非常にいいですね激動の動きが週末から行われて動いてきているというところですので今週もですね非常に神経質にやっていかざるを得ないというところです。 まあいずれにしましても今日東京市場ですけれども週明けですね実需税がどのような動きとなってくるのかちょっと実需の動きをですね見極めなきゃいけないというところだと思いますあと株価の方はかなり売られて始まるようなですね状況となっていますダウ平均も486ドル安ですね日経平均先物も,も先物も,も売られていまして先物から計算しますと26,600 600円前後ですねこちらで始まりそうな今状況になってますね26,630円ぐらいですかね500円以上の下落で始まりそうな今ですね現状になっているというところですまあこういった株価の急落株価がどこまでですね下値を試すのかというところそういったところも非常にですね今日も見ていかなければいけないというところでしょう アメリカの長金利なんですけれども、先週末はですね、一旦うわっとこう上昇した後ですね、リスクオフ的な動きから、またです、ね、下落売られて、下落下落低下してです、ね、最終的には低下して戻ってきています。今、3.6846%で週末はですね、引けてるんですけれども、こういった金利状況もまた再び見ていかなければいけないというところだと思います。それでは今日の解説を終わりいたします。